お疲れ様です。それでは2月29日、今月最後の相場解説です。朝6時ですね、えー。昨日はね、再度150円に向かうということで、朝のこの時間の放送をさせていただきましたけども、おおむね151円まで行きましたね。えっ、ー、と、150円の850あたりですかそのあたりまで行ったんではないかなと思います。まあ、これは151円を突破したわけではないですけども、一定の価格まで、 昨日の目論みはうまくいったなってところを示しているものだと思います。そして今日はですね、こちらの方に、まあ、あの、日足でわかりにくいんですけども、ちょっとね、ダブルトップができたような形になりますので、まあ、ここにレンジってものがね、ちょっとうっすらと見えてくるかなっていうのと、あとは移動平均線とローソク足の乖離と、それからね、くっつきですよね。これを繰り返しているところを意識していただければと思います。いずれにしても、上昇トレンドでここまで来たよってことですよね。上昇トレンドね。 下落トレンドがドーンとあって、上層のトレンドがバーンとあったみたいな感じです。はい、そして4時間の方行きましょう。ね、4時間の方ですけども、前からお示ししているように、ここに横ばいがありますよね。で、えっ、ー、と、まず1個目の天井、そして2個目の天井、3個目の天井で破れなくて、4個目の天井でも破れていませんよってことで、まあ、レンジオプションがここに見えてくるかなっていうのが4時間の見方でございます。はい、そして次は、 一時間軸になりますけども、この一時間軸で今日をどう見るかってことになります。どういうふうに見ますこれはレンジオプションなんですよね。まずは、ここに、えっと、3日ほど前のレンジオプションがありますよね。で、ここで一旦底を作ってバウンドしてます。で、その他のところはね、ちょっとえぐれというふうに判断して、こういうふうに線を引けるところは引いておこうかなと思いますね。で、天井なんですけども、天井はまさにここと、 ここで釣り合っているところがあります。一番高いところで、あ、すみません。ここですね。ここね。で、150円の840から150円の355ですから、50ピップスぐらいの上下で今日はレンジオプションができたんじゃないかなってところですね。こういうふうにね。で、昨日ね、FX オリ返りの方には、時々刻々と変化する私の心理状態をお見せしましたけども、振り返ってみると、 このレンジオプションってことがね、なかなか葬儀につかめなかったところに全ての原因がありますこ。こう来て、こう来て、こう来て、ここはちょっとね、えぐれたところですけども、まあ、いわゆる騙しですね。ここからこう来て、レンジオプションでいいじゃないですかってことですよね。はい。で、今日はね、このレンジオプションで勝負していこうと思います。材料は特にありませんので、このまんまレンジオプションと、あとはね、 え、ブレイクアウトも忘れないように。上下のピップスが得意な60ピップスから70ピップスっていうよりもちょっと狭いんですけども、まあでも同じように基本的には構えていけると思いますので、今日はそれで進めていきます。それじゃあ、FX エンティの方、また次回の更新でお会いしましょう。お疲れ様です。